第6章マリラついに決断倉庫をしているうちに馬車はその屋敷に到着したスペンサー夫人はホワイトサンズ入りへの黄色を基調にした広い家に住んでいた夫人は玄関まで出てきて出迎えたがマリラを迎える意外さと歓迎の混じった表情が その優しい顔に現れていた。まあまあ、驚いたので声が大きい。あなたが今日いらっしゃるとは、思いもよりませんでしたわ。ともかく、いらしてくださって嬉しいですわ。馬は中にどうぞ。あなたも元気、アン。望める限りは元気です。お気遣いありがとう。アンは、 笑顔が作れずそう言った。枯葉の病に襲われしおれたように見える馬を休ませる間ちょっと寄らせていただくだけですのでとマリラそれにマシューには早く帰ると言ってきてありますから実はミセス・スペンサーどこかで奇妙な間違いがありましてねそれを確かめるため参りました 私たちがお願いしたことづてではマシューと私ですが奥さんに、から男の弟のロバートには私たちが10か11歳くらいの男の子がいるとお伝えするよう申したはずですがマリラ・カスバートそんなことがスペンサー夫人は困った立場に追い込まれた。 なんとまあロバートは娘のナンシーをよこして伝えてきたんですのよあの子はあなた方が女の子がいると言っておりましたのにそうよねフローラ・ジェーン玄関の石段に現れた娘に話を振ったあの子は確かにそう言ってましたミス・カスバート突然矢面に立たされたフローラ・ジェーンは 懸命に身を守った「本当におきのどくですこと」とスペンサー夫人。ひどすぎますわねでも確かにあたくしの落ち度じゃございませんのよミスカスバートあたくしできることはちゃんといたしましたしあなた方のご要望に沿ったつもりでおりましたのよナンシーも本当にそそっかしくてあたくし いつもあの子の不注意を叱ってますの私たちの落ち度でしたマリラは諦め顔でそう言った私どもで直接お願いに上がるべきでしたし重要な要件をあんな風に口伝えでことづてに任せるべきでもありませんでしたともかく間違いは起こってしまったしできることは謝りを正すことだけです この子を孤児院に送り返せますか。孤児院の方が連れていってくださると思うのですがそうでしょうねスペンサー夫人は何か考えているようだったでもこの子を送り返す必要はないと思いますわミセス・ピーター・ブリュエットが昨日ここにおいでになって手伝いができる小さな女の子を連れてきてくれるよう 私のところに使いをよこすんだったってそう言ってらしたのよピーター夫人のところは大所帯じゃありませんかお手伝いのなり手がなかなか見つからないんですってあんならまさにおあつらえ向きですわねまったく神のご意思ですわマリラ自身は神の意思がこの件にどれほど関わるのか だだ疑問の様子だった。ここに予想もしなかった良い機会が訪れこの歓迎されざる孤児を手放すことができるというのにマリラは素直に感謝する気持ちになれなかったマリラはミセス・ピーター・ブリュエットを見かけたことはあった背の低い意地の悪そうな顔つきで骨の上に1オンスも余分な肉がついていないような。 やせぎすな女という印象だっただが噂だけは聞き及んでいた働くのもこき使うのも恐ろしいほどミセス・ピーターはよくそう言われていたブリュエット家から解放された元女中の子たちからは婦人の気の短さとケチくささそれからブリュエット家の生意気で口答えばかりうまい子供たちの 恐ろしげな逸話が尾びれをつけて聞こえてきていたマリラはそんな夫人の優しい御心に任せて案を手放すことを思うと両親に痛みを感じるのだった「それじゃあ上がらせていただいてその件につき相談いたしましょう」マリラはそう言った「あら小道をこちらにいらっしゃるのは」 ミセス・ピーターじゃありませんことありがたい巡り合わせですわミセス・スペンサーは大げさに言って慌ただしく客を玄関から客前へと通したその部屋に入った途端、みんなひどく寒気を感じた部屋の空気はダークグリーンの締め切ったブラインドの目で長いことこされて当初あった暖かさのかけらも残っていないようだった 本当に運が良いですわこれでちゃんともめ事を解決できるんですものねひじかけ椅子をお使いになってミス・カスバートアンあなたはそこの長い椅子におかけなさいおとなしくしてるのよお帽子を渡してくださいなフローラ・ジェーンケトルをかけてきてちょうだいごきげんようミセス・ブリュエットあなたがたまたまおいでになるなんて 私たちなんて幸先がよいんだろうってお話ししてましたのよお二人とも紹介させてくださいなミセス・ブリュエットこちらがミス・カスバートですちょっと失礼させていただきますわ。フローラ・ジェーンにオーブンから丸パンを出しておくよう言いつけるのを忘れておりましたのでブラインドを引き上げるとスペンサー夫人はそそくさと出ていった。 アンは長椅子にだまりこくって座ったまま両手を膝の上でぎゅっと握りしめてブリュエット夫人をまじまじと見つめたヘビに睨まれたカエルであるこの切れそうなほど尖った狐顔で鋭い目つきの人の世話にならなきゃいけないのアンは喉に大きな塊がこみ上げ涙腺が苦しくて涙目になりかかっているのを感じたもう これ以上涙を押し返せないんじゃないかと不安になった頃スペンサー夫人が戻ってきたその顔色はバラ色で晴れ晴れと喜びに満ちていた「どんな難題だってお任せなさい」「体の悩み心の悩み宗教上の悩みも全て即座に察して即座に解決してみせるは」はそんな風に見えた この女の子のことで間違いがあったらしいんですのミセス・ブリュエットとスペンサー夫人あたくしはミスタとミス・カスバートが小さな女の子を養子に欲しがっていたと聞いていたんですのあたくし確かにそう言われましたのよそうしたら男の子を欲しがっていたということらしいんですのですから もし奥様がまだ昨日と同じお気持ちならどうでしょうこの子なら奥様にはちょうどいいのじゃないかしらブリュエット夫人が鋭い視線をアンの方に放ち頭のてっぺんから足の先まで視線の矢を突き刺していった「あんたはいくつで名前は何だね」有無を言わさぬ口調で言った「アン・シャーリーです」 その子はすっかり萎縮して声が震えていたその名のつづりにおけるいかなる規定条項もあえて申し出る勇気はなかった年は11歳ですハン見かけは大したことなさそうだだがあんたは針金みたいに丈夫そうだ針金みたいなのが結局一番良かったってことになるかわからないがね さて、あたしが引き取るからには、あんたはよい子でなきゃいけないよ。よい子でぼさっとしてないこと。それと、目上には丁寧に、あたしがあんたに求めるのは、自分の生活費分は働くことだ。これは守ってもらうよ。わかりました。この子は、引き取ってもよいですよ。ミス・カスバート。 うちの赤ん坊はひどくむずかるから面倒を見てるとすっかりくたびれるんでねよかったら今すぐこの子を連れていきますマリラが案を振り返ると固いはずの決心が思わず和らいでしまった真っ青な顔をして口もきけないほど惨めなこの子の様子ときたらこの孤立無縁な子供は せっかく逃げ出せたところをまたしても同じ罠に捕まってしまったのだマリラはどうにも落ち着かなかったもしあんな目で訴えてくる救いの願いを拒絶したなら死ぬその日に至るまで罪の意識がまとわりつくだろうことは確実だと感じたしかもマリラはミセス・ブリュエットを気に入っているとは言いがたかった 傷つきやすく神経過敏な子をこんな女の手に引き渡すなんていやそんなことをしたら責任の取りようがないそうですねどうしましょうマリラは考え考え言ったマシューも私もこの子を全然引き取るつもりがないとは言っておりませんよ実を申しますと マシューはこの子を置きたがっておりまして今日お邪魔したのはどこで間違いが起こったのか確かめるためなんですまたこの子を連れて帰ってマシューと話し合った方がよいかもしれません何であれ兄に相談なしでは決めかねますからもし私どもでこの子を置かないと決めましたら明日の晩にこの子を連れて行くなり送るなりいたします もし連れていかなかったときはこの子は私どもで預かることになったと承知おきくださいこれでよろしいですかミセス・ブリュエットよろしくするしかないでしょうよブリュエット夫人はムッとしていったマリラが話している間夜明けの日の光が徐々にアンの顔に差し込んできた初めのうちは絶望の面持ちが 次第に消え去っっていったその後かすかな希望の光が頬に差し今や二つの目は濁りなく輝く明けの明星だったこの子はすっかり生まれ変わっていたしばらくしてミセス・ブリュエットが借りに来たレシピを探しにミセス・スペンサーと部屋を出ていくとアンはパッと立ち上がりマリラのもとへ駆け寄った。 ああ、ミス・カスバートグリーン・ゲイブルズにあたしを置いてくれるかもしれないって本当に言ったの息も継がずにそれでもささやき声で言った大きな声だとこの輝かしい未来が砕け散ってしまいそうだから本当にそう言ったのそれともそう言ったとあたしが想像しただけあんたは 自分の想像を抑えることを覚えるべきだと思うよ。アン、本当のことと、そうじゃないことの区別がつかないようじゃね。マリラは意地悪く言った。確かに言ったよ。あんたの聞いた通りで。私はそう言ったが、それだけだよ。まだ決まったわけじゃなし。もしかすると、ミセス・ブリュエットが結局あんたを引き取ることになるかもしれないよ。 あたしよりあの人の方があんたが必要なのは確かだからねあの人と一緒に住むくらいなら孤児院に戻った方がましよアンは激しく言ったあの人本当にえっとねじ切りみたいマリラは笑いを押し殺したこんなことを言うなんてアンを叱っておかなくては 大人の女性に、しかも知らない人にそんな風な言い方をするなんてあんたみたいな小さな女の子のすることじゃないよ恥ずかしいと思いなさいそう厳しく言ったさ戻っておとなしく座ってなさい口は閉じて無駄口をきかないこと良い女の子にふさわしくしてるんだよ努力します。 おばさんに言われた通り何でもするし何にでもなるわもしあたしを置いてくれるんならパンは従順そうに元の長い巣へと戻ったその晩二人がグリーン・ゲイブルズに帰った時マシューとちょうど小道ですれ違ったマシューが小道をうろうろしているのをマリラはずっと向こうから気がついていたので 何のためにそんなところにいるのか予想はついていたマリラにはとりあえずは自分がアンを一緒に連れ帰ったのを見てマシューが安心した顔をするのは分かっていたしかし今回の件に関してはマシューには何も言わず2人が外に出て納屋の裏手の庭で牛の乳搾りをする時を待ったそこでようやくアンの経歴と スペンサー夫人との会見の結果について簡潔に伝えたのだった「犬ころだってくれてやるかなんであんなブリュエットばあさんに」マシューはいつになく力を込めて言った「あの人のやり方は私も好きになれないわ」それはマリラも認めたでもあの人に任せるかでなければうちであの子を置くかでしょう。 マッシュ、兄さんはあの子を置きたがっているみたいだからあたしもあの子をここに置くことにしますよというよりそうしなきゃならないんだね何度もよく考えてみてようやくあの子を家に置くことを受け入れられる気がしたんだけどある種の義務といったところだろうか今まで子供なんかそれも女の子なんか育てたことはないし ととんでもない失敗をすることだろうね。しかしできるだけのことはするつもりですあたしに関する限りマシューあの子を置いてもいいですよ普段あまり表情豊かとは言えないマシューの顔が嬉しくて輝いたようだった「うむそうだなそんな風にわかってくれると思っていたよマリラ」とマシュー あの子はなかなか面白い子だよ。あの子は役に立つ子だって言えてればもっとよかったでしょうね。マリラが反撃した。それはそうとあの子がそうなるようしつけるのはあたしの役目にしますからね。覚えといてくださいよマシュー。あたしのやり方に干渉しないこと。たぶん年取った未婚の女は。 子供のしつけについてよく知ってるとは言えないだろうけど年取った独身の男よりまだしもわかっていると思うからねだから兄さんはただあたしにあの子の世話を任せておけばいいんですあたしが失敗したらその時は兄さんが口を出す番でしょうそうだよそうだよマリラ自分の好きなようにやっていいさ。 マシューは安心させるつもりで言った甘やかさない程度に優しく親切にしてくれればそれでいいよあの子がお前を好きになればあとは何とでもなる子じゃないかと思うよマリラは鼻で笑って女性に関するマシューの意見などなんであれ聞く耳を持たぬことを知らしめてからバケツを持って生乳室に歩き去った 今夜はあの子にここにいられることは話さないでおこうクリーム分離器に牛乳をこし入れながら今までのことを振り返ってそう考えた舞い上がってしまってきっと一睡もできないだろうからねマリラ・カスバートあんたもう逃げようがないよ孤児の女の子を養子にする日が来るなんて思ったことあるかね それだけでも十分驚いたよ。しかしマシューがきっかけになったってことの方がよっぽど驚いたねいつも小さな女の子を死ぬほど怖がってたあの兄さんがねとにかくあたしたちはやったことのないことに踏み込むことに決めたんだからあとは何が起こるか神様だけがご存知だよ。